はいどうも、ホルモン島田チャンネルのぶっちゃ島田です。今日の食材は動物界節足動物門、半甲殻類甲殻亜門、南高校実脚目、甲卵亜目、ザリガニ科目、ザリガニということで、ザリガニ捕まえて大量に食ってやりますと、そのはずがまさかのハプニング。緊急事態発生、緊急事態発生、誰か助けて。そこにまさかの救世主登場。それでは本編どうぞ。みーんみんみんみん、秋の訪れを告げるようにセミの鳴き声もどこか寂しさを感じます。今日は少し遅れたけど、お店の夏休みです。童心に帰って公園に来ています。今日の目的はザリガニです。朝から何も食べていないブッチャー、お腹が空いて倒れそうです。何でもここの公園はザリガニのスポットらしいので、今日の食材を調達しにやってきました。ザリガニを取りに来たのは小学生ぶりです。控えめに言ってザリガニ取りは素人です。おかしいなぁ、最近台風や天気の悪い日が続いていたせいか、ザリガニが見当たりません。おーい、ザリガニさんいませんか？全くザリガニの気配を感じません。今日は朝から暑く、現在気温30度を超えています。この暑さにザリガニも影に身を潜めていますかね。死んでる。これは嫌な予感がします。緊急事態です。このままではザリガニを捕まえられないかもしれません。こうなったら助っ人を呼びましょう。今からある方がダッシュで助けに来てくれるそうです。すいません、今日わざわざ。はじめまして、お願いします。島田です。よろしくお願いします。ということで、今回助けに来てくれたのは YouTube で115万人以上の登録者がいるホモサピさんです。うちのチャンネルの視聴者の方にはホモサピさんを見ている方も多いかもしれません。簡単に説明すると、いろいろな生き物を捕まえて食べるチャンネルです。その場で調理して食べるライブ感が見ていてゾクゾクワクワクしちゃいます。虫を食べたり、ザリガニやタニシ、カエルなどの水辺の生き物を取って食べたり、海の生き物やどんぐりなど、かなり幅広い食材を紹介しています。そんな生き物を食べて平気なのって、見ている方もビクビクしちゃうようなぶっ飛んだ動画も多いです。でもそのぶっ飛んだ感じが妙にハマります。動画内で楽しそうに生き物を捕まえる会話も聞いているだけでも面白いです。ザリガニはその辺にたくさんいるので、すぐに捕まえられると心強いお言葉をいただけて一安心です。道具もお借りして再度ザリガニ探しスタートです。ザリガニは夜行性だから、昼間は隠れている可能性が高いとのことです。これ雰囲気はいい。雰囲気はいい。探すこと30分。どこを探しても公園内にはザリガニがいません。気を取り直して近くの田んぼの水路などを見に行くことにします。ザリガニは水が綺麗すぎるところよりは少し水が汚れたようなところにいるそうです。雑食のため何でも食べるそうで、ザリガニがいると他の生き物も食べてしまうそうです。こんな田んぼの水路を見ながら歩くなんて小学生以来ですね。探せど探せど、どこにもザリガニの姿がありません。おかしいおかしい、群馬の水路にザリガニがいません。ホモサピさんもザリガニがいないことに驚いています。群馬の水路、水が綺麗すぎます。どうなってるんですか群馬県さん。水綺麗すぎます。ザリガニが全然いません。聞こえなかったですね。こんなにザリガニいないとか初めてなんですけど、綺麗すぎて困ったことないですよね。埼玉だと思って、埼玉なんて田んぼの水路なんて全部抹茶色でどぶですか。だからザリガニもたくさんいたんだけど、ちょっと俺のフィールドじゃなかったんで、そこら辺にいると思ったら全然いませんでした。ちょっと、いいんだけどね、水が綺麗なの。そうですね。塔に関しては汚くあってほしかったわ。俺が来たところで何の言うもなかったっすね。綺麗な水辺を周回しただけ。いい散歩になった。どうしましょう。とりあえず、一旦店行きますか。店行きますか。とりあえずじゃあ、店に向かいます。はい、まあ、ここに2人並ぶのめっちゃなんか違和感がある。普段ここに1人しか並んでないから。ってことでとりあえず戻ってきました。残念なお知らせです。まあリベンジすればいいですから。ザリガニはいないことなかったんだけど、今まで水が綺麗すぎたっていう、いい問題が、まあ、いいことなんですけどね。なんでそれはまた別の機会にちょっとリベンジさせてもらおうと思うんで、はい、こんなこともあろうかと思って、ザリガニが捕まらないということも万が一あるかと思って、市販のザリガニを用意させてもらいました。おザリガニも用意しといたんで。え、でかくね、これ養殖ですか。養殖みたいです。今回これは中国からの
ザリガニです。ホモサピさんは普段天然物しか食べない美食家ですが、今回は養殖のザリガニを食べてもらいましょう。今日はこのザリガニを使ってホモサピさんに料理をしてもらいます、うん、まずはザリガニを大量のお湯で茹でていきます。塩を大さじ1入れてあります。これ全部入れていいの？全部投入してもらってすげえなこれ。よいしょ、入れます。やばい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 一部漏れた。はい、あザリガニ茹でた時の色が水に出てる。これは天然だとね、この辺に寄生虫が浮いてるんですよね。茹で上がったらザルにあけて水気を切ります。うわ、めっちゃザリガニの匂いする。なんかドブの匂いがないぞ。匂いを嗅いでみると、養殖物はドブの香りがしないとのことなので、普段天然物を食べ慣れている人には物足りなさがあるかもしれません。次にソースを作ります。今回はすべてホモサピさんに作ってもらいましょう。いけ。鍋に無塩バターを入れて弱火で溶かします。そこに塩、オレガノ、でブラックペッパー、ガーリックパウダーとパプリカパウダー、カイエンペッパーと唐辛子ソース、ホットソース、はい間違えた、はい、ホットソース、これ混ぜるだけでソースになるんですか？混ぜ合わせてソースは完成です。味見させていただきます。これあ、お店の匂いする。あ、ソースだ。おしゃれな皿の上に垂れてるソースの味がするぞ、あれこれ、うまいっすね。次に先ほどボイルしたザリガニをグリルで焼いていきます。外に移動してきました。これね、天然だったらここまで詰まってないですよ。もっとスカスカなんですよね、天然。じゃあこっちの尻尾の方も、あ、ブリブリだわ、すげえ養殖。ちゃんと餌もらってんだな。グリルにザリガニを並べて蓋をして焼いていきます。このグリルに並べられた鮮やかなザリガニは破壊力抜群です。すげえ、浜焼きの匂いがしません？確かに浜焼きのような香りがしますね。この香りでまさかザリガニを調理してるとは誰も想像しませんね。それではグリルから取り出して、最後に作ったソースを上から豪快に回しかけます。バターの香りとオレガノやタイムの爽やかな香り、ザリガニの焼けた香ばしい香りと絡まることでしっかりとフュージョンされています。アメリカ感すごいですね、この料理。雑なんかして工程が。それでは早速食べてみましょう。いただきます。今日は外を歩き疲れて喉がカラカラなので、リアルゴールドで乾杯です。リアルゴールドは1981年にコカ・コーラから発売されたエナジードリンクです。もともとは瓶入りで、最近では缶やペットボトルなどいろいろあります。レッドブルやモンスターの勢いと比べると隠れた存在のイメージですが、ドリンクバーとかに入っているイメージが強いですね。お疲れ様です。乾杯です。オロナミン C とかデカビタとかそっち系の味ですね。レッドブルとはまた方向性が違う気がします。昔から飲んでいたから懐かしいです。それではザリガニを食べてみます。まずはホモサピさんに実食をしてもらいます。天然だったら絶対ここ食わないけど、養殖だから食うか。ちょっとまずここの、じゃあ若干味噌っぽいところいきますね。あ、うめえうめえ。ザリガニ養殖うまっ。あのね、多分味自体は一緒なんだけど臭みがねえわ。すげえな養殖。あと身の量がね、段違い。皮のむきにくさは養殖の方が上ですね、これ。それでは自分も食べてみます。体の大きさの割に身の少なさがザリガニって感じですね。この少ない身だからこそありがたみを感じるというか、味わって食べちゃいます。エビとかカニに近い味わいです。あ、うめえ、やべえ。エビとかに比べると若干の雑味というか癖を感じますが、その雑味がまたザリガニの良さかもしれません。このソースとの相性がぴったりです。これごとパスタにかけたいですね。この絶妙な大きさが酒のつまみにぴったりです。枝豆と同じでついつい手が伸びちゃいます。カニもそうですが、ザリガニも食べているとなぜかみんな無言になります。この前アメリカ留学行ってた友達が、なんかアメリカの南部では普通にザリガニがスーパーで売ってるって言ってたんですけど、これこういうことか、バーベキューで使うんだか。まさにこの料理がそのルイジアナだから、まあ南部の方ですね。うまっ。エビだけどね、味はエビなんですけど、俺はじゃあエビでいいじゃんとは思わないですよ。これザリガニならではの美味しさがあると思う。殻を剥いて食べる方がなんか俺は好きで美味しく感じる。落花生の殻を剥くかのように例えば、はい、そんな感じなんですよ。ホモサピさんもブッチャーもザリガニを食べ進め、気づけばザリガニも残すところあと1匹です。
どう見てもブッチャーの方が大量に食べているのに、最後の一匹を客人に譲らずじゃんけんに持ち込む大人げない行動に出ます。じゃんけんにあっさりと負け、最後の一匹はホモサピさんへ。いただきます。うめー、島さんうまいっすよこれ。食いたかった最後の一個。残念だわ。あやべえ。食べた量と体の量が比例しないですね。すごい食べてそうですけど、まだまだ食べられます。今回ザリガニを捕まえることができなかったので、改めてリベンジしてザリガニを捕まえたいです。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。ホモサピさんとのコラボいかがでしたか？ホモサピさんのチャンネルではザリガニ取りを再度リベンジする予定です。概要欄にチャンネルの詳細も貼ってあるので、よかったら見てみてください。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたら、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。ちょっと島田さん食べ過ぎじゃないですか。俺の方が少ないじゃないですか。ゲストを置いてこの差。